ニューヨークにいながら日本の最新映画をたくさん見ることができる2つの映画祭が今年も開催されます。今日はその注目作をご紹介。まずは先週からリンカーンセンターで始まったニューヨークアジア映画祭。アジアの人気映画を紹介する北米有数の映画祭で今年で14回目。 Hong Kong and Japan are probably the films that audiences enjoy the most. So very strong storytelling, fantastic visuals and music to match. その中で上映される日本映画は18本。今年のテーマの一つはリアリティです。It really is about real lives, real people, their problems. 注目の3本がこちら。まずは気鋭吉田大八監督が手掛け、去年日本で数々の映画賞を受賞した宮沢りえ主演の紙の月。平凡な主婦が銀行で働くうちに巨額横領事件に手を染めていくサスペンスで、主人公を宮沢りえが体当たりで演じます。やたら残業多いし。200万はどこにいたんですか？200万だけなの？本物に見えても本物じゃない。初めから全部偽物。そして Very strong film with a cast of mostly first time actors。中学生の遺体。宮部みゆきのベストセラーを2部作で映画化したソロモンの偽証。探偵、そこに届く。柏木君は殺されたのか自殺なのか全部私たちで調べます。同級生の死の真相を突き止めるため、前代未聞の生徒による学校裁判が開かれるというミステリー。メインキャストの中学生たちは全てオーディションで選ばれました。君の冤罪を必ず晴らす。本当は誰かに殺されたんじゃないかって。そしてハイフロントです。ちょっと来てくれる？新宿歌舞伎町のラブホテルで起きる群像劇、さよなら歌舞伎町。一流ホテルマンと偽るラブホテルの店長が、訳ありな男女たちに翻弄されながらも成長していく姿を染谷翔太が演じます。俺は絶対ちゃんとしたホテルに就職してやるからな。もっといい女見つけてやるよ。活躍が期待される若手俳優としてライジングスター賞を受賞した染谷さん、舞台挨拶に登場します。またこの映画祭ではアメリカでも訃報が伝えられた2人の名優のトリビュートも。ニューヨークで見ることができるのは去年11月に亡くなった高倉健さんと菅原文太さん。仁義なき戦いなど6本が上映されます。そしてもう一つの映画祭がジャパンカッツ。来月9日からジャパンソサイティでスタートします。日本に先駆けて上映される作品も含め、この1年の日本映画29本が勢ぞろい。 And this year we include a special spotlight feature on experimental work, a special focus section on documentary that really expand our notion of what non-fiction cinema can be, that examines contemporary life in Japan. その中でおすすめなのが三里塚に生きる。1960年代に始まった成田空港建設反対運動を成田市三里塚の人々の証言などから描く長編ドキュメンタリー。アーカイブ映像に新たな映像を加え、さらに写真も混ぜながら国家権力に抵抗した人々の思いを映し出します。 It is a strong story of resistance. その他にも違う形で反抗を描いた作品が。売れないロッカーが二階堂ふみ扮するトップアイドルに出会うことでロックスターとして成長していく姿を描く日々ロック。そして打ちのめされながらも戦い続ける女性を描いた100円の恋。自堕落な生活を送っていた女性が100円ショップで働き始めることで中年ボクサーと恋に落ち、自身もボクサーとなる姿を安藤サクラが熱演。上映に合わせ舞台挨拶に登場する予定です。日本の最新映画が一気に堪能できる2つの映画祭。詳細はそれぞれのホームページでご確認ください。